ますか？パイロット、聞こえているか？どうやら無事に作戦エリア内に侵入できたようだな。機体チェック、ガイオスリンク、オールグリーン。よし、問題ないな。では早速実戦開始だ。機体性能の確認とパイロット適性のテストを兼ねて敵支配地域周辺部での威力偵察を行ってもらう。まずは敵戦力の状況を探るための小手調べのミッションだ。付近を紹介している敵部隊を発見し、これを撃破しよう。それでは作戦行動を開始してください。
小隊内に布の付けの隊長を確認。シャア専用弾だ。まだの弾との機動性が段違い。注意しろ。初ミッション成功おめでとう。よくやってくれた。どうやらガイオスとのリンクは問題ないようだな。機体が十分な反応を示していることが確認されている。またパイロットとしての腕も申し分ないようだ。この調子で引き続き任務を遂行してくれ。ここは私たちの部隊の作戦行動拠点となる VR ハンガーです。この VR ハンガーでは出撃する機体の管理、そしてミッションの治療を行うことができます。こちらがミッションカウンターです。以後の作戦指令はこのミッションカウンターを通して行います。新しいミッションを受領するときはこちらにアクセスしてください。これが現在のあなたの機体です。機体前にあるインフォメーションパネルにアクセスすることでガイオス、機体を制御する学習型 OS の管理下にある各種情報のチェックができます。またミッションカウンターでミッションを受領した後、メニューに出撃コマンドが現れます。出撃を選択するとミッションが確定し、作戦エリアに向けて出撃します。よし、それでは早速次のミッションに出撃してもらいたい。再び敵支配地域に侵入し、敵哨戒部隊を叩いてもらいたい。敵勢力は増強を続けており、周辺に展開する哨戒部隊も強化されていることが確認されている。次のミッションではもう一人の隊員と共に戦ってもらう。協力して敵の殲滅に当たってくれ。パイロット適正基準値クリアを確認したため、ガイオス機能 EX アクションのロックを解除しました。 EX アクションミラージュショットが使用可能となります。敵機とのレンジを問わず発射できる強力な射撃攻撃です。戦況に応じて活用してください。本作戦の終了をもって該当地域を支配する敵勢力との本格的な戦闘が開始される予定だ。気を引き締めてかかれ。ミッションカウンターでミッションを受領し、機体前のインフォメーションパネルから出撃だ。君の活躍に期待しているぞ。以上だ。これからもよろしくお願いしますね。敵勢力が支配する戦域に侵入し、状況を威力偵察せよ。深入りする必要はないが、現れた敵は遠慮なく叩いて構わん。
作戦行動を開始してくれ。前のミッションより敵が強いらしいからな、慎重に行こうぜ。次は何が出てくるんだ？
作戦完了。よくやってくれた。よっしゃ。これでチュートリアルミッションは終了だ。次からはいよいよ本格的なミッションの開始だ。楽しんでいってほしい。よし、燃えてきた。その中でも当イベント最大の注目は、誰もが夢見たガンプラによるバトルゲームがついに実現。ガンプラバトルシミュレーターを使用した新感覚ライブイベント、バトルライブ G。 選ばれたプレイヤーたちは群がる無数の敵ガンプラ軍を撃破し、その先にいる最強の機体ガンダムを倒すことができるでしょうか。ガンプラバトルシミュレーターによるライブイベント、バトルライブ G、 存分にお楽しみください。バトルライブ G、 参加プレイヤーの皆さんにお知らせします。バトルシステムは正常に稼働中。いつでもバトルに参戦可能よ。バトルをプレイするためのシステムやバトルのルールについての説明はブレイカーズモバイルにメールを送っておいたから、モバイルメニューからチェックしてね。それじゃイベント最終日まで頑張ってね。あなたの熱いプレーを待ってるわ。
敵勢力との本格的な交戦状態に突入する。改めて自己紹介しよう。私は君たちガンダムブレーカー隊に作戦指令を与える隊長である。よろしく頼む。私は作戦行動のサポートオペレーションを担当します。よろしくお願いいたします。現在この世界はハイグレード、マスターグレード、そしてパーフェクトグレードからなる謎のガンプラ軍団による侵略を受けている。我々の目的はこの敵ガンプラ部隊の進行を阻止すること、そして敵の発生源を探索、これを壊滅させることにある。敵軍は装備も物量も圧倒的である。戦力に劣る我々がこれに対抗するためには、奴らの機体から装備を奪い強化していくほかない。鉄器の破壊およびパーツ外れが発生している鉄器本体の破壊によってガンプラのランナーを獲得することができる。これを使って機体を組み替え強化していくのだ。機体を強化し先行を立てていくことによって、より重要度の高いミッションや新たな戦場での戦いに参加することができるようになるだろう。全ては君の腕、そして君の機体ビルド能力にかかっている。心してかかれ。 EX アクションアーマーリペアが使用可能になりました。ダメージを受けた機体の耐久値を回復することができます。 EX アクションヒロイックフィニッシュが使用可能になりました。使用すると機体が決めポーズを取ります。ライブ中継を見ているお客さん向けのアピールなどに使ってくださいね。それでは作戦行動を開始してくれ。戦域内に展開する周辺部隊を殲滅してもらう。奴らを蹴散らし敵の勢いを削いでやれ。バーチャル空間内の人を自由自在に動かすことができています。この驚きのアトラクションぜひ体験してみてくださいね。
てください。注意、敵対を交代します。
戦に備えてくれ。